ハノバー・リッチュは、ドイツ・アルスバッハイコールヘーンライン出身の、元サッカー選手。現役時代のポジションは MF。1999から2000シーズンに SV、バルトホーフマンハイムに加入。翌年には1、FC ・ケルンに移籍。ケルンでのパフォーマンスが評価され翌年には200万ユーロで、バイアー・レバークーゼンに移籍。レバークーゼンでは満足な出場機会を得ることができず。 2004から2005シーズンに 1FSV マインツレーゴに移籍。2005から2006シーズンにはハノーファー96に移籍し、その後5年にわたって在籍した。2010から2011シーズン、バーリッチュはデワーゼンへ復帰することとなるも、またしてもレギュラーを奪うまでにはいたらず、2011から2012シーズン冬に 1FC ニュルンベルクへ移籍した。 2014年8月18日、FSV フランクフルトに1年契約で加入することが発表された。2003年2月12日には、スペイン戦でドイツ代表デビューを果たしたが、これが唯一の代表出場試合となった。また、2004年の U-21 欧州選手権にもキャプテンとして出場した。ありがとうございます。